チャンピオンシップチクロクロス東京2018今日の最終レースカテゴリーランキングスタート。さてカテランの方でしょうか。おほほほ、サンドセクションに飛び込んでいきました。6番のバックサイクの山田が主演。うわー、ちょっと落車に詰まってきた、まあ、しかしその首位も含めてさすがのカテランですね。アクシデントがあっても対応能力の高さが光ってきました。そのまま一気に松林に横取りをセクションへと上げています。松林が戻ってますからね、結構滑るんですよ。木の根っこもありますし、そしてチャンピオンシップの指定もあるしね、いろんなポイントが見どころセクションになります。カテワのレースがスタートいたしまして、この後は先ほどのレースカテゴリー M1 とカテ2と CJ の表彰式を行います。走れ高見、走れ、うん、小林くん、頑張、いい位置やで。頑張れミスティさん、頑張。 Oh baby, go! Get up there! Run your ass off! Run! 担げ。さあ、それでは表彰ステージ4個も、入賞の皆さん集まっていただいております。表彰に入っていきます。チャンピオンシステム東京20183カテゴリーの表彰です。まずはカテゴリーの J のジュニアカテゴリーから表彰を始めてまいります。もう立ち上がっております。何から通る確定になりますんでね。お疲れ様です。
だ47 50くらい ここは乗れるんだよ。もう草生えてるとか乗れんの。小林くん17ぐらい。ミッチーさん40ぐらい。全米頑張れ。
か。ハッシー19位、小林くん20位、頑張れ頑張れ。ミシティさん32。全米頑張イデオさん頑張さあバイク終わりました。安藤浩平、その隙になんとか差を詰めていきたいが、2番手3番手の争いも結構な僅差なんですけれども、サイクラリーキリンのピックナンバー36番の松田健太郎、そしてそれをその背中を追っていくのが現在の3番手ピックナンバー38番の佐野千尋です。昨年のカテゴリー2では見事このレースで、ね、優勝を飾っております。そして昇格を放っていますね、佐野千尋現在3番手です。そしてその後ろどうだ、リブナンバー80番と18番という順番で今目の前を通過していきました。
さあ林の関所へと入っていきまして、もう間もなく島のフライオーバーへと向かおうとしているところ、赤のガーデが見えてきた、来ました。林のあたりでチラチラとね見えてきます。綺麗なライン取り、かなり落ち着いたライティングですね。いやもう後ろのあたりはほとんど見ていません。水ナンバー1番アート光栄アンダンここで松村選手の選手だろう。世界チームチームチームアイファン10秒まだどうか分かりませんよ。はい、ありがとうございます。
小林くん、頑張頑張。頑張
Yeah.
ガンちゃんと三谷町ロングサンドエリアもなんか平日のように走っていますね。さあ、タイムキャプテン、もうすぐ折り返しというところで、3秒程度のタイムキャプテンです。3秒程度のタイムキャプテンに迫ってきました。これは、入れ替わりが起こるかという。ビルダリ町、ロングサンドエリア、この辺りを通過します。それは変わりません。チームユーキャンの品川真美女、この選手が現在の2番手なんですが、明らかに先ほどの周回完了時よりも距離が決まっています。もう背中多分手を伸ばすのも届くんじゃねえかっていうぐらいで、それほど手は上がらないんですけれども、それぐらい結構近づいてきているようですね。蛍光イエローのヘルメット、そして赤のジャージに身をまとった安藤光平、一バック。さあ、この選手の後ろ、黒のジャージ、黒のヘルメットのチームユーキャンの品川雅弘。さあ、ピットエリアにやってきた。さあ、そして今、ストワークスの安藤光平は、ピットに入りまして、バイクを交換した。ビブナンバー80番です。品川雅弘が、どうだ、今、ピットエリアの前の深い砂のあたりでは、タイムギャップが、10秒ぐらいでしょうかね。10秒ぐらいのタイムギャップです。開始の中に先に消えていきました安藤光平、そして10番の品川雅弘もここで10秒程度のタイムギャップで受けていきました。結構追いついていってるような感じですね。一番の安藤光栄、一番のスターティングフィリットもですね、一番最前列にいたわけなんですけれども、ビルナンバー80番の品川雅弘ということは80番ですからね、これはほぼ最高峰くらいですか、最高峰からの追い上げということになりますね。まあ、かなりのポテンシャルの持ち主、品川雅弘、そしてその前を下走りますビルナンバー1番の安藤。さあ、その島のフライオーバー抜けてきました。安藤、その後ろに立体の品川の姿が見えてきました。まあ、新次さんと言ってました、手を伸ばした届きそうな、その表現の通り、まあ、これ何秒でしょうか。コントロール内容は5秒です。5秒、スタートのコントロール5秒のタイムジャンプが詰まってきました。安藤光明と品川も最後1番手2番手のタイムジャンプ、たったの5秒でラスト1周へと入っています。このレースの展開どうなっているんですか。そして3番手には佐藤俊でチームチェーンレインが入っています。先頭通過から15秒、これもまだ佐藤選手もね、何か前で2人が何か起きれば十分にさらに順位を上げるチャンスは残っているという状況でございます。いやー、品川選手のこの追い上げ、何かのタイミングで前に出る可能性もあります。こちらの安藤選手もこのままね、では終わりません。さあ、みんなに超ロングサンドエリア、今やってましたビルナンバー80番です。北川雅弘、現在の線アエスト区間のあたりで、巨大な以来の、超ロングになりました。みんなに超ロングサンドエリア、ここをクリアしています。いよいよ最近そこへと向かおうとしているところ、いや、北川選手も一緒を振り返りましたね。ビブランドは8番の北川が選手がバイクに乗せてはくるんだ。さあ、上を振り返る後ろの安藤光平はバイクに乗ったまま前を行く。ビブランドは8番、北川雅弘はバイクに置いている。通常で行けばバイクに乗っている方がいいわけなんですが、ここで安藤光平、トップの砂川真弘、速さの中に消えていました。バイクに入った時は現在の2番手安藤光平、1マーク。
さあこの2名の選手の1球で、さとしては品川雅弘の方が数秒、黒と赤の8色の入ったチームオリジナルのジャージ今見えました。これはまさしく島のキャリオーバーへと入ろうとしているところ、マスケンさんラストガンバー、この最高峰のあたりから追い上げてきました品川雅弘、ここでキャリオーバーです。さあ笑顔が見えました、笑顔が見えますか。今のフライオーバーをクリアしていよいよフィニッシュエリアです。チャンピオンシステムフィニッシュエリア、両サイドです、大きな拍手で迎えてください。勝手は